いやーにしても寮のやつに会うの久しぶりだな。はい、そうですね。今週から突然学校来なくなりましたからね。でもあいつの送ってきた位置情報、これ合ってんすかね。あいつの家この辺じゃないはずなんですけどね。あ、ここだ。立派な家ですけど、本当に合ってるんですか、そこ。ああ、位置情報通りならここで間違いねえな。ま、とりあえず入ってみて寮に聞いてみようぜ。そうっすね。おお、でけえな。いやー、それにしてもいい庭だな。確かに風情がありますね。おめえ、わかんねえだろ。あれ、マツさんどうしたんですか。いや、誰かいた気がしたんだよ。まあいいや、行こうぜ。そうっすね。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。寮上がるぞー。お、持ってなかった。大丈夫。いや、大丈夫っすよ。お邪魔しまーす。和風の家って感じ。こういうのもありっすね。よいしょ。でも不気味な雰囲気もあるよな。皆さん、お久しぶりです。おお、リョウ、久しぶりだな。お前、なんか顔疲れてんねんか。ちょっと痩せたか。ああ、大丈夫です。そうか、お前には聞きたいことがいくつかあるんだ。しばらく学校に来なかったこととか、家が急に変わったのこととか。すいません、ご心配をおかけしてると思いますが、家庭の事情としかお答えできません。家庭の事情？はい、すいません。まあ、そういうことなら深掘りはしねえけどよな。ああ、そうっすね。とりあえず連絡が取れてよかったよ。そんなことより腹減ったし、飯でも作って食わないか。食材なら買ってあんだよ。キッチンあんだろ。ああ、あります。あ、ありがとうございます。そうしよう、そうしよう。いい、最高。ぼっち、お前少し痩せた方がいいんじゃねえか。うるせえよ、店金が。あんなところだよ、お前。ピンケしてんなよ、お前。行くぜ。出てきたよし、なかなかうまくできたんじゃねえか。当然ですよ。僕が監修したんですからね。なんか、偉そうでムカつくな、ぼっち。それじゃ、早速いただきますか。では、いただきます。いただきまーす。なんだこれ。髪の毛。うわ、俺のにも入ってるよ。僕のにも入ってるよ。この長さ、松くんとか亮くんの長さじゃない。こんなもん、いつ入ったんすか。俺たちしかいないはずだし、この入りようがねえよな。なんか、食欲失せましたね。俺、もういいや。ちょっとトイレ借りるわ。おう。
なんすか？まだ入ってますよ。ちょっとくだらないっすよ。やめてくださいよ。ちょっと、いい加減にしてくださいよ。ったく。くっそ、逃げやがったか。気のせいか。おい、ちょっと誰かわかんねえけど、いたずらやめてくださいよ。いたずら？何のこと？しらばっくれないでくださいよ。扉叩いてきたでしょ。ああ、俺たちはこっから動いてねえぞ。そうですよ、松田君の勘違いじゃないですか。そんなわけないですよ。扉には手形も残ってるんですから。は？手形？別になんもねえじゃねえか。いや、さっきまでは確かにおかしいな。だから、厚田君の勘違いですよ。まあ、そうか。おい、そんなことよりは、次はこの家でかくれんぼしようぜ。お、いいですね。この家広いし、楽しそうですよ。そうですね、やりましょう。鬼はじゃんけんできましょう。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。よいしょ、イエー。それじゃあ、マツくんが鬼ですね。お願いしますよ。じゃあ、数えるぞ。1、2、3。よしよし、ここにしよう。よし、俺はここだな。よし、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。おい、足音聞こえたぞ。隠れる場所見つからなかったんだな。おい、誰だ。観念しろよ。おい、おかしいな。この場所完璧だ。見つかりっこないや。うわ、やべ、松本来た。うわ、くそ、あっち行け、あっち行け。見つかっちゃったか、くっそえ？え？松君、本当に僕の肩叩いてないんですか？だから、そう言ってんだろ。俺が言った時にお前はもう突っ立ってたって。でも、あの時近くにいたのは松君だけだったのに。それで言ったら、俺のトイレのことも誰がやったか分かんねえな。確かに、そういえば俺もさっき目の前で誰かが消えるのを見たぞ。え？隠れそびれたやつかと思って追っかけたんだけど、消えちまったんだよ。
何ですかそれ。まあでもね、考えすぎじゃないですか、マス君ね。ああ、普通に考えてね、人が消えるわけがないから。確かに。そっか、悪い。確かに。そう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 。誰か来たみたいだぞ。りょうくん、お客さんですよ。あいつ確か払いたいって言ってトイレ入ったよな。仕方ねえから俺たち入れてるか。よいしょ。よいしょ。どちら様ですか。はい、どちら様ですか。今開けますよ。あれ、一体何だった。はい、なんか感じたことのないおぞましい感じがしました。やばい、やっぱりこの家はおかしいですよ。いや、この家おかしいんだよ。実は三人に黙っていたことがあります。黙ってたこと。三人が見た大柄な女性のことです。りょうくん、なんか知ってるんですか。ああ、すべて話すよ。実はこの家、前の住人が首を吊って死んだ事故物件なんだよ。死んだ。前の住人のことは不動産屋さんから聞いてました。でも俺はあまりの安さにここに住むことに決めたんです。家の至るところには除霊のお札が貼られていて、剥がさないようにと言われてました。最初はかなりビビってましたが、生活してみると何も問題もなく普通に過ごすことができて、2週間ほど経った頃には事故物件だったってことも忘れて、そうするとだんだん家に貼られてるお札が目障りに感じてきました。俺はそのお札を全て剥がしてしまいました。それが間違いでした。それからというもの、物が勝手に落下したり、電気が勝手に動いたり、電話が鳴り止まなかったり、一人のはずなのに足音が聞こえて、女の人のうねり声が聞こえて、そして皆さんも見たあの姿で霊は目の前に正体を現すほどにもなりました。君た霊は前の死んだ住人の霊ってことですか。ああ、そういうことだ。りょう、お前それ知ってて俺たちはここに。すいませんでした。俺一人で怖くて、それで。ふざけんな。そんな事情があってこんなとこに何も言わず呼び出すなんておかしいだろ。ごめん。気分悪い。俺は帰るぞ。ちょっと待って。うっせ。りょうくん、悪いですけど僕たちも帰らせてもらいますよ。
りなんですよ。え、無理ってどういうことですか。二人は知ってると思うけど、俺は今週学校に行ってない。ああ、もちろんそれは知ってますよ。俺は学校に行かなかったんじゃなくて行けなかったんだ。行けなかった。俺はあの霊から逃げ出したくて何度もこの家から逃げ出そうとした。でもあいつは、あの霊はこの家から絶対に出してくれないんだ。出してくれない。たとえ外へ出れても追いかけてきて俺の目の前に出てくる。そして必ずこの家に連れ戻されるんですよ。何ですかそれ。くそ、舐めやがって。なんでここにいんだよ。なんで大丈夫です。